面には おはようございます。あ、そう。さあ、今回のある、こちら大津区のイジースポーツグループカスタムフェア、このステージに行きますよ。なんとサロモンチームのお出ましとなります。さあ、それでは、カメラに向かって、こんにちは。こんにちは、おはようございます。はい。ね、3人いる予定が1人そう移籍中。カナさん座る。あ、そうだよ。ねえ、プロスタッフ座るじゃん。ちょっと聞いて聞いて。近藤くん、近藤くん、近藤さん、サロモンの一番イケメンの、はい、社員です。え、なんか同じ匂いがします。一番イケメンです。クリシンコ、あ、来た。ご本人登場した。来ちゃいました。遅いよ、すいません。イエーイ。そこに行っちゃったら名前が見えない。さあ、全員揃いました。はい、こんにちは、はい、井山圭介さん、こんにちは。こんにちは。いいなぁ。こんにちは。どこに行くの？これ BGM モードで押しませんかね。自分で見れるの？見れない。今ね、バグ打ちで。あー、面白いですね。さあ、それではですね、サロモンチーム、ちょっと時間を押しましたけど、すいません、遅れでスタートしましたけど、ほんとすいません。今日はありがとうございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いやいや、俺もチームなんだよね、実は言うと。これ、これ入ってない。そうですね。物板最高。そうですね。デフには最高。BBR BBR 48。さっきからそれ知ったね。これを今回注文してくれた人で投票がついて、投票権。ああ、そうだね。違うよ。え、 ICI の石井スポーツグループ48をやろうって言ったの。 ICI48。ICI に関わるスポーツ選手、あのスキー選手、はい、その総選挙。ええ、はい、誰が1位か。これトップ10に入ると何か。俺もそうする。あれじゃない。表紙になる。とりあえず表紙になる。ジャンルがなんかの何かの表紙の権利を。誰かの表紙になる。何かの表紙になる。それ面白いですね。表紙の権利を取りたいね。それはですね、こちら2回目で送っていきますんで。話をされたら、はい、カメラを意識してください。はい、で普通に喋るのは普通でいいです。はい、はい、どういうキャラでいいんですか。ベブベラベロ。あ、一人で一人で。そう、一人妖怪。一人妖怪。さあ、そんなこんなでスタートしますが、この DJ の大きさ、こんなもんですか。結構大きいですね。はい、それでは自己紹介しましょうか。はい、まずはこちらの正面向かって左が、はい、大滝哲也から。大滝哲也ですね、はい。それ以外の、はい、それ以外の、はい、何でもない。それ以外何でもないです。高山温泉から出てきた大滝哲也です。はい、あのカメラ向かって、カメラこっちですね。はい、大滝哲也です。よろしくお願いします。おー、はい、もうあの、あ、そうね、いいですね、こういうのいいですね。いいっしょ。はい、スキー界で一番可愛い女と結婚した。おー、ありがとうございます。もうすぐ出てくる。もうあと一月ぐらいで2世が出てくるんですけど。おー、はい、おー。フェイスブック見てるけどさ、一生懸命朝掃除したりしてんだよ。あの、もともとね、掃除は好きなんで。あ、そうなんだ。はい、何にも苦にはならないですね。一応カメラ向かって、すいません、愛さんに向かって、はい、今は何してるかな。もうちょっと待っててください。おーい、おーい、おーい、こんな恥ずかしいのないよ、なかなか。いいじゃん、いいじゃん。結構ね、普通に照れます。家族を守りながら、はい、アスリートとして戦う、はい、いいスタイルじゃないですか。はい、子供出てきたら名前決まってんの。ね、決まってるんですけどね。聞いちゃうの。聞いちゃう。ちょっとね、まだあんまり人に言ってない。なんでなんで言うの。まだ言わない方がいいのこれ。うん、ちょっと取っときましょうよ。届くか。はい、もう一月ぐらい近かもしれない。そうだな。すいません。そういえば、哲也といえばこいつの結婚式も俺行ったんだけどさ、あの、なんだっけ、あの、顎が出てるやつ。あー、いますね。猪木の山形県から出てきた。あいつにさ、はい、絶対猪木をさせるなっていうふうに言われたの。そっか、じゃあやめさせるかと思って振り返ったらあいつの振り返ってみて、マジじゃん、いいって言えればいいんだよ。やってましたね。やってました。お台場でおしゃれな結婚式でしたね。あー、はい、ありがとうございました。司会していただいて。こいつの弟、お兄ちゃん、ね、僕弟です。あ、お兄ちゃん、はい、お兄ちゃんの結婚式もやったんだけど、野沢温泉で2時間に酔っ払って出てこなかった。お兄ちゃんが、あ、主役がね、ベッドで寝てたっていうね。そう、はい、で、挨拶でなんか面白いこと言ったんですよね。
面白いことは言ってないです。あ、うちの兄がご両家の皆さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。体育館でな、はい、ちょっとね、面白い感じになっちゃいましたけど、まあ、ちょっと家族的なお付き合いをね、ちょっとしてますけど、まあ、今日はね、楽しいトークをお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、妖怪人のベンベラベロ。はい、早く人間になりたい。はい、起きていこう。はい、皆さんこんばんは。ピースキーヤ、起きていこうです。なんでそのピースキーヤ。いや、生放送で今私言ったんですけど、ピー入ったんですよ。ピー入ってました。ピー入っちゃった。いやー、でもいい女ですね。ありがとうございます。いいです。いいですね。お前、あのハワイでのあの写真は何。いや、もう弾け切った。でもよかったね、あの知り合いの、ね、仲間のカメラマンが結婚してね。本当にね、すごい素敵でしたよ。聖子いつ結婚するの。やめよう、これで話しましょう。長かったなと思って今全部ね、うん、いつですかね、いつしましょう。まあ、考えてみましょうかね。考えてきます。さあ、トークショーがスタートしました。あ、大滝さん、こんにちはというコメントが出ました。あ、本当ですか。こんにちはってね。こんにちは。ノロさんっていうね、方なんですけど、まあ、続いては聖子に関しては、聖子さんとても綺麗ですねと。ありがとう。はい、そんな書いてありません。レア番号です。レア番号です。レア番号です。あ、そんな聖子ですか。さあ、続いては、北海道から来た、海を越え、山を越え、そして谷を越え、北海道からやってきました井山健介です。拍手。拍手。あの皆さん、あの僕北海道から来たんですけど、きっと僕のことも知らない方もいらっしゃると思いますので、名前だけでも覚えて帰っていただいて、今日は井山健介です。ちょっと言ってみますか。井山。はい、ありがとうございます。今、井山俊介とか言ってた。井山圭介を知らない人。ああ、こっちに手を挙げてる。しっかり子供が手を挙げてますから、ね、井山圭介を知らないわけないじゃない。ありがとうございます。チャンピオン取ったけど、チャンピオンをもぎ取ることがまだできない井山圭介。そうなんですよね。え、そして深刻ならない。目が怖い、目が怖い。まあ、でもね、やっぱストイックな部分とね、はい、オフタイムの井山圭介も知ってますけど、はい、そういえばお前の結婚式もやったな。僕の結婚式の司会をやってもらった。へえ、それも懐かしい。もう何年前、10年ぐらい前。もうそんな経つの。10年、もう8年とか。へえ、だね。すっごい盛り上がって、めちゃくちゃになっちゃってさ。基本だってぐちゃぐちゃにシーン来ていただいてるんですよ。普通じゃん、普通じゃん。そういうことじゃない。違う違う。お酒を飲みやすい状況を作るのが前だけ。結婚式会場の人が、こんな結婚式は今まで見たことありません。ダメ、怒ってた。いや、すごい素晴らしかった。結婚ネタいつまで。ごめんなさい、ピーの結婚式が。結婚ネタいつまで。参考にしてくれればいい。参考にしてくれればいい。はい、全然入れなくて今。寝ようかなと思って。寝ようかなって。もう生放送だ、ね。まあ、そうですね、なんか大会になると もちろんそんな会話もせずにシビアな、選手と進行側とギャラリーと分かれて、こういう時間はね、まあ、せっかくな会ですからね、いろんなプライベートの話もしながらしていきますが、はい、好きな話はたくさんする。ちょっとにする。ちょっとでいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとでしょう。リーグ戦についての2010年今年はどうだったをまず話そうか。どうだった。まずどうだった。はい、テツ、なんかパッとしなかったから。パッとしなかった。テツ何やったの。50番ですね。あー、パッとしねえよ俺。全然パッとしねえよ。多分ね、マッスルさんのね、そんな喋ってもらってないと思います、僕の滑りについて。あれかもね、はい、見てないもん。そうだと思います。見てないもん。こっそり出てますよ。50番っていうのはジャンプ台まで来たもん。ジャンプ台は滑りましたよ。あ、でもあんまし覚えてないね。オーラなかった。こっそりしてるんですよ。こっそりしてるな、はい、それはわざと狙いの50位。まあ去年よりは上がったかなっていう。去年もっとひどいですからね。去年もひどかった。去年ならもう話にならない、はい、じゃあもちろん13年は13年はまあいろいろ今検討中です。検討中。はい、なんでいろんな意味も含めて。え、何、はい、ちょっと待って、いろんな意味を含めてってどういうの。はい、検討中。あの人生設計をこれからしっかりして、シーズンに臨もうかなと。ちょっとパパになるところもあるんでね。何？パパにもなるので。パパになれば勝たなきゃいけないじゃない。いやーどうも。いやいやいや。お前の前だとつまんなくなっちゃうからさ、別に成功いらなくていいんだ
まあ冗談ですけど、ね、はい、まあそのいろんな作戦があると思うんで、いろんな作戦あります。はい、はい、それでは次聖子ちゃんに行きますが、はい、井山さんツイッターでいつも見てますね。スノー新井さん、あ、スノー新井さん、新井君ぐらいずっと見ててくれますからね。これ今1万人ぐらいに流しちゃってるからね、うん、ありがとうございます。もうちょっとね、え、これこんなに引きでも取れてるって、そう、いや今2回目で撮ってますから、あ、もうちょっと気が利いたコメント欲しいですよね。気が利いたコメント。それでは聖子ちゃん、今年2012年どうでした？2012年はですね、とてもなんか輝かしかったと思います。輝かしかった、はい、どの辺がどういう風に、なんか自分の心がとってもいつも楽しく穏やかでした。なんか捨てたとかそういうことじゃない？え、それそこノリピーノリピーノリピー、そういうトークショーじゃないからそうだよね。いや、つまりサロモンダメだよ、そんなことないんだから、ね、山の道場だよ。そんなことないです。何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？空気を、いい空気を吸ってるってことだ。そうですよ、ね、本当に。山の道場ですね。それじゃないよ。そうじゃない。そうなんですよね。まあ、今年は、まあ、いつもが、もう、いつもですよね。ハッピーな、ハッピーなスキーライフですね。どうしようもないかって。あ、でも、雑誌は発表しちゃったけど、奥成功。引退だそうです。そんなに大々的ですか？でも本当たくさんの方にお世話になった。来年いなかったら、はい、今ちゃんと言っておかないと、うん、やべえ、奥聖子予選通らなかったらって言われたんだよ。今言うときだから、ユースソリビューを通して、え、私の人生とスキーありがとう、私はマイクを置きますみたいな、山口も思いやらせたけど、いや、技術性にはちょっともう、出ないんですけども、スキーはずっと続けますので。技術性は出ないけど、はい、もしかしてクロスゲームとかやるの？いやいやいや、スキークロス行っちゃう？行かないですよ。行けよ。なんでですか？こういうキャラクターの技術性ではないもんね。まあ、あんまりいないですね。でもね、この面白いキャラクターであのスキーが上手いってことは素敵ですよ。そうですか、普通ですよ。みんな憧れてたけどね。残念だな。だから来年技術に出てこなくても、ね、予選落ちじゃないと参加しなかったと変に失敗しないっていう、ね、いいと思う。そう、とりあえず来年一応休憩でいいじゃん。休憩、はい、でまた再来年出てくるじゃん、バーとか言ってお前ならできる。まあ、出るとしたら全身ベージュで出ますね。全身ベージュベージュの上下えみたいな、あの人この時間が一番恐れてましたけどやっぱり現場原発みたいなものですね。何が起こるか分かんない。生放送どうなっちゃうことやら。さあ、続いては北海道の宮本健介くん。皆さん見てますか？今来るよ、寄りでバーンと来るよ、バーンと来るよ。来た。これ見なくていいから、あっち。生放送だから喋ってたよ。喋ってたよ。固まっちゃうんだよ。あの、僕は今日水のブースにいるんですよ。はい。で、今日ご制約いただいた人にはあの感謝の気持ちを込めてありがとうございましたと言いたいです。いや、僕分からないですからね。なんかくれるの？いや、2着目から1000円にしようかな。おー、嘘ですか？すいません、嘘です、すいません、生放送ですね。スーツじゃないです。日本が1000円みたいなね。スキー？スキーに言わんともない。サラモン。1本で、1本か。1台じゃなくて。それ、1回整理してみたら。3台手に入る。3台手に入る。すいません、俺、このキーペース、ペース、皆さん、頑張ったから。元に戻します。はい。2着目1000円とかありません。ないです。今日買ってくれた方、ありがとうございました。ありがとうございます。以上。ね、次行きましょう。はい。2012年いかがでしたか？2012年、実は僕はあの春にアラスカに来たんですよ。実は明日その、まあ、トークもある、映像もあると思うんですけど、明日もぜひこの、あのブースに見に来てほしいんですけど、実は4月にアラスカの大きな山にステージに行って、小玉たけしさんと、はいはい、あと今ノルニカブースにいるダイゴっていう僕らの DVD を、ビルドっていう DVD を作ってて、はいはい、で、3人で行ってきて、
ちょっとなんかこう話にはよく聞いてたアラスカっていうところが、まあ最初は、まあ、みんなすごいすごいって言うんですけど、まあすごいって言っても僕も結構世界中の山へ行っていろんな山を滑ってきたんですけど、実際行ったらかなりみんなが言ってたらこういうことだっていうのはやっぱ行かなきゃ分かんないっていうのをすごい感じて、はい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 、あのかなりスキーヤーとしてのこうなんていうの幅が広がったなっていう。なるほどね。まあこれからもどんどん広がって、また来年も絶対行きたいと思ってます。はい。あの技術点の方はどうでした？技術点は結果的には、ね、すごい悔しい、まあ、結果になったんですけど、はいはい、まあ来年は本当皆さんたくさん見に来ていただいて。くれてるので、まあ、みんなに本当に喜んでもらえる滑りを、まあ、したいなと思います。この映像はそう、これはあのビルド3って言って今販売してるんですけど、これには入ってなくて、これのシリーズでビルド4っていう DVD の撮影でアラスカに行ったんですけど、いいタイミングだ、はい、ビルドってどういう意味だ。ビルドって造語なんですけど、作り上げるっていう。で実際会場でさっきかかってた音楽も、実はそのビルドに入ってる音楽で、オール北海道で、オール北海道のスキーヤーで、ミュージックも入ってる音楽も北海道のミュージシャンっていう。いろいろとやってるね、いい山田。で、この今歌ってる会場に流れてる曲が、ダイゴって、実は北海道でヒップホップのアーティストやってて、これダイゴなんです。まあ、面白いマルチな、こう SK-1 っていうグループでもいろいろイベントやったりもして、あの基礎スキーをやりながらね、こういうそのサイドカントリー、バックカントリー、はい、いいね、やっぱりスキー全てを楽しむって感じられるね。で、このビルドのやっぱいいところは、はい、もうちょっとドキュメンタリー的な感じで、僕たちが山に行った時のもう包み隠さず出してるんで、かなりふざけた映像とかもあるんですけど、でも実際こういう風にしてあのオフショットから、これ誰、これ今のこれはね、児玉武史さんですね。いやー、僕はよくね、エクストリームいいですね。こういうさあ、こちらのビデオの方も含めてね、今シーズンも本当に頑張ったけど、はい、来年はどうかな。来年は本当に技術戦で優勝することをやっぱり一番の目標にかけて、あと、まあ、今回アラスカ行かせていただいて、本当に滑りたい斜面があったんですけど、天気悪くて滑れなかったので、はいはいはい、そこをちょっと思いっきりかっこよくメイクできるように、なるほどね、ちょっとそこもイメージしながら、はい、巻きでいく、巻きにしようということですね。じゃあそれぞれあのマテリアルの紹介もいきたいと思いますが、まずどの板からこっちからいく、じゃあこれの板をちょっと持ち出しますね、はい、持ち出してる間にちょっとね、引っ張り出します。はいはいはい、まずですね、こちら、板の紹介をする前にこっちこう出します。こんな感じですか。そう、コメントが来てますよ。特徴の空気感が、明らかに変わってきたと。これサロモンのチームのせいですね。あとですね、大木聖子さん言いたいですが残念という、こちらのコメント、私も残念、持ってよ。そしてですね、見てますよ、2着目から1000円、メモ2着目から1000円、嘘でしたからね。さあ、それではね、ちょっとケイスケ、ちょっと大変だけど持ってますね。あ、じゃあ私持ってます。大丈夫、じゃあこちらの板の説明誰がします。僕しましょうか。お願いします。これね、僕大会で使っちゃいました。おぉ、エクスカート小回り最強です。はい、なんかどこは特徴は、最近よく聞くロッカーっていう感じのスキーですね、これは。これね、はい、噂のロッカー、トップがね、ちょっと反ってるんで、どんな雪でも、どんな斜面でも、そんな感じ、はい、もうこんな振動、これ今振動出てますけど、実際滑るとこの振動がなくなりますから。あ、今そんなの振動止まんないんですけど、全然止まります。止めてください。止まりますから、絶対止まります。おこちらはじゃあフリーでも使えたり、フリーでも使えるし、はい、技術面でも、はい、どうしても海外に1本だけスキー持っていかなきゃいけないって言われたら、多分これで行った方が皆さん楽しいんじゃないかなと。なるほど。本当？わからない。わからない。あとはあなた次第。結局は俺この人たちと同じ板履いてると思うもんね。さあ、続いていきましょう。さあ、これ僕も愛用してますよね。はい、ビビアン、この板はいい板。これ噂の BBR、街で噂の BBR、 これの特徴は、じゃあ何ですか。僕はね、かなりこの BBR はバックカントリーとかも行くんですけど、かなり愛用してて、
形状がなんかサーフボードによく似てる、スキーになってて、で実はこれパウダー用なイメージなんですけど、聖地のグルーニングサイドバーンでもかなり滑りやすい。おお、あのね、僕もちょっと説明していい？はいはい。スキー感が変わりました。そうですね、確かに、それは言えると思います。サーフィンやっててサーフボードに似てるよってよく言われるけど、どこが似てると思って乗ってみたら分かった。ケースケは理解できるかな。ボトムターンとカットバックとトップターンの違い、要するに全て同じターンと同じ箇所じゃない。この板がそう。そうですね、分かるね、はい、そういうイメージ。分かってるんですか本当に。いや本当にあのトップを扱いたかったらトップを、ああそういうことね、滑りながら調整して、センターでもできる、テールでもできるっていう。さすが。そこで要するにドライバーをかけるかかけないかができると。でスプレー上げたいなと思ったらもう上げれちゃうっていう。おー、最高じゃないですか。サーブうまいっすから、クリスも。海外に1台持ってくんだったらこれ。これね。そうだ。いや、俺もそれを言いたかった。だからね。だから、皆様次第ですよね。皆様次第。ね、あのイヤマティですけどね、あのクロスアウトの頭聞いちゃいますからね、前。昔まあそんな板の話、そしてウェアの話もしましょうか。こちらのウェア着てるのは誰、あれ、あ、僕着てます、これは。これ着てる、はい、これ岩田さんの2着目なんとかって2着目1000円じゃないから、じゃないやつですよ、これは。そうじゃないから、1着目から1000円。違うすいません、すいません、本当にサロンの方すいませんね、ご迷惑かけます。こちらはですね、全部インターナショナルモデルなので、はい、ちょっとね、他のメーカーさんとね、テイストが違うと思います。どこがどう違う？まず色の使い方というか、あとカッティングとかもね、違うんで。違う。ちょっとね、最近力抜いて滑りたいなというか、そんなスタイルになってきた方は一回見に来てくれるといいかなと。俺思うけど、デザインとかカッティングってこれに戻りそうな気がする。うん、今一気にいろんなデザインが出てるじゃない、はいはい、これもしかしたら先取りかもしれませんね、うん、これはてっちゃんモデル、これは僕着てます、大会で使わせてもらいました。次のウェアはこちら、これは誰、はい、あ、これね、綺麗に見えちゃう、はい、美しい女がさらに綺麗に見えちゃう。いや、そんなことはないんですけど、でもすごいシルエットが良くてですね、はいはい、色使いもとても綺麗ですので、このサロモンっていうロゴがまたね、はい、かわいいですね、硬いイメージがなくなってきて ね、はい、絶対私サーモンのウェアが本当にさっきも一生懸命あそこで接客してました、ね、はいはい、昨日もね、これ着てる人見て、うん、ちょっとね、ぽっちゃりしてるでしょ、でもそれ、あ、この人入るのかなって実際に見てたら出てきたら超足が遅く見えちゃう、うん、そう、あの全部ヨーロッパのね、そう、はいはいはい、テイストが入ってるので、うん、脇の下からグッと絞ってあるのですごく足が長く見えたり、はいはい、うん、セーパーでね、はい、足細いからさらによく見えますよね、はい、あ、そうです、この子ってさ、褒めちぎっちゃったら、はい、逆にちょっとね、照れると思う、照れちゃうかな、ちょっと一回3分ぐらいずっと褒めてた、嬉しい、褒めたくないけどはい、ということでこのウェアはおすすめです。さあ、サロモンチームと言いながらも、井山くんのスキーウェアは今日見れないのかな。あります、ね、サロモンチームだけどね、一応水野の方にコーナーありますけど、はい、しかし派手なの着てたね今年は。もう派手に、なんかチョコレートチップみたいな、あれ実は積み木なんですよ。積み木なんだ。積み木をもう積み上げるように、一つずつやっぱ上手くなっていこうっていう気持ちを込めて、今考えたんですよ。ちょっとできた。まあそんなですね、はい、サロモンのまとめの話をしましたが、はい、また進化があったのはブーツ。そうです。これは何、またいいですね、淡い色の組み合わせで、ちょっとこのブーツ一回足入れちゃうとね、中毒性があるので気をつけて足を入れてもらった方がいい。え、はい、そんなにフィット感がある。最高です。本当最高です。それでさっきなんかずっとこれ履いて歩いてる人がいたんです。そうそうそう、もうね、脱ぎたくなくなっちゃうんです。うっそー、これ履いて歩いてる人がいた。います、います。気をつけてください。どういう風に違うの？あの、単純に前傾角度、かかとがね、ストーンと落ちちゃったんで、フラットに立ってる感じです。ストレスゼロです。あ、ちょっとつま先寄りなのね。うん、今までのブーツちょっとね、傾斜ついてるんですけど、はいはい、それがなくなったから、じゃあ滑るとき後傾になっちゃう。最近よく言われる、かかとと呼ばれるところあるじゃないですか。かかとを使えっていう、あそこにね、気づいたら立ってます、ね、自然に。オートマティック。すごい、かかとを使って滑る、オートマティック。いや、もうだから宇多田ヒカル
ですよ。そう、聞かないで。生放送聞かないで。生放送。オートマティックじゃないの。ただ自然とその今やりたい技術のポジションに立てます。へえ。合計でこうやってあーとかなったりしない。合計とねちょっと違うんですね。ちょっと宇多田ヒカル歌って。あ、そう、宇多田ヒカル、こいつこいつしなくていいからね。いや、マイクもしてる。だからだからこのごめんブーツの話をしてんの。はい、ブーツの話、ね、何でお前そこでオートマティック歌えとか言うの。ブーツの説明して、ケンスケ。これですか。僕ね、あのバックカントリーにもよく行くんですけど、これ履くと登るときもすぐ楽なんですよ。だからそれくらい、なんていうんだろうな、その本当にさっきも言ったかかと寄りにこう体重乗ってるんで、つま先ずっとこう、まあ、ハイヒール僕は履いたことないですけど、たぶんイメージ的に、まあね、ハイヒール疲れるでしょ。そうですね。ちょっとブーツはそういう形状に今までなってたから。2丁目、うん、あ、マッセさんがなんかいつも行くところに出てるで、そういう、ブーツになってます。これは基礎スキー、まあ、技術戦も、はいはい、これもそうだけど、はい、使える。全然使えます。それは大会でこれ使っちゃいます。マジ。もうストレス嫌いだから。この色いいね、かわいいね。かっこいいですね。めちゃめちゃ目立ってますよ、足元。さあこちらの方はサイズは、じゃあ僕のサイズもあるかな。あります。そう、これちょっとニュースに確認したいと。俺こういうのがいいな。はい、もう2年間同じ白なんですけど、あ、でもね、変えた時ですよね。やめられないのよ。はい、1回履いて1年2年経っちゃうと、あのフィット感。僕 ね、マッスルさんがあの黒西でめちゃくちゃカービング滑ってるところ、朝一かな、多分大会の時に、あの多分喋る前だと思うんだけど、何本かね、選手より先に滑ってる。滑ってる時どんなことを考えてるんですか。一般の人の選手もまだ滑ってない。って感じ。すっごいスピードで滑ってた。大回り。やっぱり火ついちゃうんですよね。テンション上がっちゃう。あのね、ここに来てる人もそうだけど、朝早く起きたファーストトラック、何考えるのって何も考えてないよ。いち早く置いてもう一回滑りたいとかね、うん、あとリフトしたとこも大好き、うん、滑った後自分の上からこれ吸っちゃいけないものしながら感じみんなと同じ。でも滑った時そうでしょ。まあそうですね。今日の夜ごはん何にしようかなって滑らないでしょ、うん、自分が滑って絶対誰かに見られてる、こっからカメラに追われてる、俺って超イケてるじゃんって思って滑るでしょ。滑んないよ。さサーじゃないよ。でもね、ケンスケ言ったようにね、僕も DJ やってますけど、あの一本が楽しいですよ、うん、ただ一番怖いのは A コート、B コート終わりました。じゃあ次はどこどこの黒道か、どこどこか話聞けよ。はい、うさぎたれに移動ですと、はい、その時に一般の方が旗持って、一般の人もコーチも全部一斉に動くでしょ、はいはい、俺も板を履いて滑ろうと思うんだけど、みんな待ってるんですよ。マッスルが降りていくこの瞬間、まあ、一番目立ってますからね、大会中 ね本当にね、あの時にかっこよく滑りたいがために頑張ってる。俺何ポイントって言ってくれるの。俺本当に俺何ポイントって言えないよ。なんか覚醒器持ってるスタートから。ライアン、お前さ、DJ ブースのアシスタントで喋ればいいじゃん。いきなりそこ。さあ50回目の技術戦、雪が降ってきてるのどうするとかさ。じゃあ私マッスルさんのエコーやる。え、俺が喋った後に。そう、ずっとエコー。つまんないよ。よし、今日マッスルさんのエコーです。まあそんなくだらない話をしますけどね。まあくだらないけどね。ざっくりだね。エコーはね、ほのぼのとしたね、ブースでいて。いやでもね、サロンチーム、はっきり言いますね、イケメンさん、はっきり言います、他のメーカーの方より一番元気ありますよ。ね、この間を見てね、本当は岡部哲也はここに乱入する予定だったんですけど、岡部哲也は乱入したらこうやって黙りますから。まあでもね、サロンチーム、この元気が一番です。はい、ね、はい、ぜひ来年も頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、お子さんが生まれるんでパパになる。はい、聖子は今年で引退するけど、ある意味スキーは違う形でみんなに教えていこうと。もちろん。井山圭介。技術戦でトップながらいろんなジャンルのカテゴリーのスキーを楽しむ変わったスキーや、うん、
マルチスキーヤー。マルチスキーヤー。でね、バックカントリーとかさ、アルペンやって基礎スキーやる人は分かるけど、はいはいはい、基礎やってそれやる人初めて見た。いないですね。でもね、本当に思うんですけど、いつもゴールデンウィークとかにあのサラモンのイベントで、アキラカップって言って、アキラがスラロームの大会とか、うん、で、スケワカップってあの技術戦大会あるんだけど、実際技術戦では、アキラとか、サザヤタイさんとかがジャッジに入ってもらって、大会だったり。で、アキラカップでスラローム、デモンストレーター、うん、僕とかもスラローム出たりすることで、すっごい楽しいんですよ。呼んでくんねえんだよ。お寺の事情というか、お金の面でマッスーさんこう、そうなの、マッスーさん高いんですよ。ちょっと待って、みんな誤解してる。本当は呼びたいんですよ。マッスー、こういうのったら俺行っちゃうよ。でもすごい楽しくて、スラローム久々に滑ったんですよ。この間、佐々木明に6秒お寺だ。いや、笑ってますけど、笑ってますけどね。足は、内足は開かなかった。いや、浮く。で、ね、浮くだよね。俺もね、怪しいと思うな、今。内足が浮くってどういうこと？ちょっとね、時代を感じてしまうんですよ。ちょっとこう、内足引きながらパタンって倒してきちゃうんですね、僕ら世代はギリギリ。そう、昔、哲也と僕、高校生の時、ヨーロッパ一緒にずっと二人部屋で回ってたの、レースの人は。で、その頃からの仲なんですけど、実際今、スラローム、もう年に1回それしかやんないから、もう十何年やってないから、俺は。なった時に、内足上げちゃう。内足上げるどころか、もうね、ワールドカップの映像でアキラが失敗したのを見て、アキラ何やってんだよって言うのやめようと思って。あのね、これはもうなるんだなって、しょうがもう全力出した結果だなと思う、ね、思うように久々になったって、うん、しょうがねえよ、うん。いやでもね、そういう話を聞くとやっぱ好きよね。全部やるのが一番いいね。そう思います。ぜひね、あのゆくゆくはさ、バックカントリーもパウダーもポールもノルディックもジャンプもクソもアルペンも、うん、全部の種目で一番決めたいね。なんかやってみたいですよね。鉄人ですね、もうそうなんだね。雪の上で一番誰だっけ。いいですね。ああ、そしたらアイスアイって全部揃うんだよ。ああ、そうですよね。でしょ、はい、あのアイスアイでビール行ったら全部買えるんだ。素晴らしい。まあそういうのもね、この考えてますね。終わってくださいって、ね、いや、嫌です。いや終わりません。終わりますね。リュースリーをご覧いただいた皆様、そして会場でね、ご覧聞いている皆様、これもサロンチームの、もう終わっちゃうんですか。いいんだよ、終わりなんだよ。あとでまた喋らせてあげるから。ということで、チームサロモンチームでした。本当にやばいですよ。あとで録画分カットするのは薄いまでね。やばいものいっちゃいましたから。ということで、お送りしました、サロモンチームでした。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。いやー、おかしい。はい、ありがとうございました。